登場です。はい、今日もねやってまいりましたよ。毎年恒例のね大晦日にね僕の動画がね撮っているってことは、これは振り返ろうの動画ですね。ということでね、今日はですね、何を振り返るかっていうとですね、もうおなじみの通りですね、もう鉄道しかないんですよね。もうこの動画ね、もう鉄道系のね動画なんでね、もう鉄道動画なんだよね。だけどね、本当にね、今年はね、本当いろいろありましたよね。特にね、鉄道がね、結構ね、騒がれましたよね、本当。なので、今年はね、鉄道というか、鉄道界隈だね。要するに、トイテストがさ、いろいろさ、騒がれましたよね。いろんな意味でね。いろんな意味で本当になんか騒がれましたよね。Twitter とか、あと YouTube とかね。いろいろあったわけなんですけどね。今日はね、1月からね、11月まで、振り返っていこうかなと思いますかね。前回のですね、振り返ろうの動画ですね、鉄道写真をね、振り返ったじゃないですか。で、今回は、電車の、デビューとか、こんなことがあったんだなとか、あんなことがあったんだなっていうのをね、今年のね、1月から振り返っていこうと思います。それでは、寒いから、どうぞ。はい、まずですね、僕ね、メガネかけているようですね、この奥にですね、カンペがあるんでね、やっぱね、メガネ外すとね、見えなくなるわけなんですよね。これなんて書いてあるのかな、っていうふうに思っちゃうんだよね。前回もね、結構止めたりしてたんですよね。今回はですね、運転免許でね、こういうメガネをね、かけるようになったってことで、今回はね、こう遠くでもね、見えることになりましたね。ということで、早速、1月にね、起きたね、鉄道のね、ニュース的なことをね、振り返っていくわけなんですけどね。まずですね、1月にね、起きたのはね、確か5つぐらいかな ?5 つぐらいあったんですよね。そのもう一つをね、言っていきたいと思いますね。もう一つはですね、皆さんね、本当にね、国鉄ファンがね、悲しむようなことなんですけどね。まずですね、ムーンライトながら廃止なんですよね。いや、これね、本当ね、ムーンライトながら廃止はですね、これね、本当にね、確かね、2020年の3月までかな ?3 月まで、春のダイヤ回線までは、ダイヤ回線というか、春の、その臨時列車までは走ってたんですよね。そして、去年の夏からね、冬とかね、全く運用しなくて、結局1月で廃止っていう風な形になったんだよね。まさかここで廃止されるのって思ってさ、僕も驚いちゃいましたね。なんで廃止するのって思ってさ、ほんとさ、びっくりしましたね。いや、こんなことがあったなっていうのが、一つですね。で、続いてはですね、これもね、またね、またこれ、国鉄ファンではないけど、国鉄ではないんですけど、JR 東日本かな。JR 東日本の車両で、これ、廃車されたね、横須賀線 E217系がね、廃車改装された日ですね。ということでね、217系のね、廃車改装はね、確か夜だったんですよね。夜に、廃車改装がされてですね、長野まで長野まで、行ったわけなんですよね。いや、これもね、まさかね、217系がね、もう一本なくなっていくとはね、これはね、235系がね、結構ね、導入がね、早かった頃だったからね。でも今はね、235系はね、導入がね、まだ出ないんですよね。続いてはですね、これみんな知ってるかな?これ知ってると思うんですけど、一部は知ってると思うんですけどね、中央線209系1000番台の東京総合車両センター入場したんですよね。これはね、なんで入場したのかなと思うんですけど、なんかの検査で入場したらしいんですよね。なんかの検査で入場して、特に危機更新とかはしなかったんですけど、ただね、なんかよくわかんないけど入場したっていうね、209系がね、TK 入場でしたね。続いてはですね、これもね、ほんとね、話題になったんですよね。これね、ニュースでもなったんですよ。それはね、何かというとですね、広島更新なんですよね。しかもこれ、広島更新っていうのは、EF64 が、確か総武線に入った頃、1094っていう運用が入っててですね、鹿島貨物ですね。
鹿島貨物をね、あの、運用が入ってたわけなんですよ。そこで確かね、西船橋だったかな、どこだったかな、元山田だっけ、まあ多分そこらの駅で、あのなんか、あれって、なんか、結構大ブームだったんですよね。でも、EF65 に関してはそんなブームじゃなかったんですよ。EF64 がですね、結構人気だったんですよね。で、そこで、結構あれってニュースになって、そんな大したことないのにニュースになるのって思ってさ、まあ、撮り鉄が溢れてる頃だから、まあ、コロナがね、ひどかった頃だったからね、それはニュースになるだろうっていうね、まあ、そのことがあったんですよね。で、そしてもう一つなんですよね。もう一つもこれね、ほんとね、ひどかったんですよ、これ。これ実はね、ほんとね、もっとひどくてね、これはさすがにニュースにした方がいいよっていうぐらいなんですけど、なんとね、カスタ降臨があったわけなんですよね。はい、カスタ降臨があって、しかもこれ確か水戸ね。水戸でね、なんか撮影があってですね、しかも朝っぱらからね。しかも朝っぱらから、常磐線の水戸駅で、あんな抜粋が来て、朝っぱらからなんですよね。さすがにさ、通勤客とかにも迷惑か、それも迷惑になりますよね。しかも、こっからね、トイレがね、燃やされてきたっていうね、まあそういうね、出来事がありましたね。しかもその時ね、なんかね、EF パー1と、そのなんか、氷かな、レールのなんか運搬車っていうか、なんかそういうのと、あと、まあ、四季が見直すに関係で、そして後ろにパー1がいるっていう、これな、今パー1いるけど、あんまり出すの全然やります。はい、最後のね、1月はですね、これもね、まあ、発表した時かな。発表があって、多分これ僕も動画出してると思うんですけど、これはですね、GVE197系と E493系がね、発表された日ですね。これはね、なんか結構 Twitter とかではね、201系に似てる、うわ、201系に似てんじゃんとかね、言われてるんですけど、まさにその通りなんですよね。201系に似ててですね、なんか、顔黄色いんだよね。確か顔黄色い 201系っていうね、呼ばれた、なんか車両でしたね。はい、続いてはですね、2月に入りたいと思います。2月はですね、確か2本ぐらいやったんかな。2本ぐらいやってですね、確かそのもう一つはですね、これね、コロッと変わったんですけど、え、これかよっていうぐらいな感じなんですけど、217系の廃車改装、かっこ、昼辻バージョンなんですよね。これはね、なぜね、217系がね、昼辻になったかっていうとですね、これはね、なんだろうね。まあ、ただ、JR 東日本から、ちょっと筋をね、変えたのかなっていうふうな感じだと思うんですけど、まあ、そこはどうなんでしょうかね。まあ、僕の予想だったら多分それかなと思いますかね。まあ、ただ、これだけっていうね。で、続いてはですね、3月に入りたいと思います。3月はね、この時もね、いろいろあったんですよね。まずですね、一つはですね、もう分かるだろうって思うんですけどね、一パー合計のラストランなんですよね。いやー、これ僕も言ったんですよ、一パー合計のラストラン。ラストランってかさ、あれかな、ラストラン前日はね、確か一パー合計のラストランで、確か僕グリーン車乗ったんですよね。多分その動画ね、多分上がってるんでね、多分ね、こっからがちょっと最近ね、出せないんでね、ちょっとね、そのチャンネルをね、まあ見て、そしてイーパー合計をね、その群衆に乗ってきた、ね、動画を見てください。しかもね、これね、イーパー合計の群衆なんですけど、僕ね、会員をね、狙おうと思ったんですけどね、会員式リクライニングっていう、こうレバー引くとドンって倒れるやつ、あれはね、狙おうと思ったんですけど、それがね、残念ながらね、新型のね、ここボタンを押すような感じでゆっくり倒れるような感じのそのイーパー合計の編成に当たってしまったんですよね。この時のね、東京駅はね、ほんとね、もう荒れてですね、もう結構いましたよね。特に最終日ね、最終日結構いてですね、あと湘南ライナーとかの配信とかでもね、結構いましたね。あやだーとかみんないました。ほんと結構いましたね。まあこんな感じでね、イーパー合計とね、湘南ライナーとかね、ホームライナーとか、オハイオライナーとか、まあライナーね、ライナーのね、廃止ですね。まあライナーに関しては、乗ってなかったから、僕一度も乗ってなかったんですよね。
確かにあの普通乗っちゃうとね、あの普通乗って小田原まで行っちゃうとね、あの帰り遅くなるんで、ね、あの乗ってなかったんですけどね。で続いてはね、これもねまた廃止なんですけど、あのこれはね、あのまた廃止のね、あの車両があってですね、これね、あの215系なんですよね。215系っていうのはあの確かあの快速アクティとかに使われてたそのなんか車両で、確かあのダブルデッカっていうなんかあの2階建て車両っていうのかな、2階建て車両 の, その 全編成が2階建て車両なんですね。そこであの東京からね、あたりをねあの走ったわけなんですね、その快速アクティで。だけどそのなんか運用上あの結構混雑してて、あのその快速アクティっていうのはあのもうやめて、結局ねあの何も運用もつかないままずっとニート状態になっててですね、まあ、ニートはねちょっと避けたかなくらいの感じなんですけど、ライナーがあるんですよ。ライナーとホリデー快速ビューヤマっていうのがあって、ホリデー快速ビューヤマっていうのが運用があったんですけど、それもねあの廃止されてね、てかなんでビューヤマ廃止されたのかなと思うんですけど、そこなしなんですよね。なぜかビューヤマが廃止されるっていうこの悲劇ね。215系をね、あの走らせないかのような感じで、通勤客向けだったんだけど、あのやっぱ混雑でなんかあのなくなって、そして結局あの使われなくなった車両っていうね。そもそも僕も乗りたかったんですけどね、あれも乗ってみたかったなと思ったんですけどね。確か2019年にあのビューヤマで乗ってみようかなと思ったんですけど、乗れる日がなくて、あの結局ねあの乗れずっていうような感じだったんですけどね。で続いてもね、これもまた廃止なんですよね。あのこれもねまた廃止、3月は結構廃止がね結構メインだったんですかね。去年はねあのデビューが多かったんですよ。確かサフィールとかとタバナードとかと常磐線の仙台復活とか結構あったんですけど、今回に関してはね廃止が多かったわけなんですかね。そのもう一個はね、あの貨物列車なんですよ。貨物列車でさっきもね言ったと思うんですけど、さっきのはなんかあの鹿島貨物とか言ったんですけど、あの EF64 がですね、あの関東の運用がですね、あの終了したってことで、確かあの今年の3月であの運行ね、あの終了したってことで、もう関東に来る EF64 とかねもう来なくなったわけなんですよね。でもたまにあの OM 入場とかであの走ることもありますね。けどあの、ね、まあそれぐらいですかね。まあそれぐらい見れるんですかね。広島更新色と牛乳パックとその原色っていうのがあったんですけど、広島更新色に関してはもう一回も撮ってなかったんですよね。広島更新色本当撮ってなかったんですよね。だけどさ、本当に撮れなくて、あの牛乳パックと原色しか撮れなかったんですよね。ちなみにあの牛乳パックはあの狙ったわけなんですよね。狙ってそこで南浦和で撮った。しかもこれはね、あの去年かな、去年の9月であの牛乳パックをね、まあ、撮ったわけなんですよね。そして次はね、あの3月のダイヤ改正の方に行きます、ね、もうこっからがもう廃止がもう終わりってことでね、あのダイヤ改正はね、まあなんだろう、257系はね、あの2500万台がデビューしたってことで、これは付属編成で、踊り子に、踊り子じゃねえか、修善寺踊り子に入るその運用ですね。そのなんか修善寺で、ね、確か静岡県のね、あれか、あの出雲静岡か、静岡っていうか、あの修善寺に入るあのそのなんか運用があるんですね、その5両編成で。確かこれね、あの257系500番台を改造してその2500番台化したっていうその車両ですね。僕まだ一度も取ってないんですよね、2500番台はね。2500番台はまだ取ってないんですけど、5500番台は取ったんですよね。まあその後言うんですけど、今ネタバレ入っちゃったんですけどね、僕らあの踊り子のブームがね消えたっていうか、まあ、あのブームじゃなくなりましたね。で続いてはですね、これもねまたあのデビューなんですけど、これ千葉県の方で走ってたんかな、千葉県の方で走ってたんですけど、房総で走っている、確か外房線と内房線と鹿島線かな、あのその3編成しか運用してないんですけど、 E1センチ系0番台があのデビューしたってことでね、やっとデビューしたっていうその日ですね。あの131もね、あの乗っていこうかなと思ったんですけど、あの遠くてね本当無理でしたね。あの遠くてね、あの無理で、あの結局ね、あのダイヤ会社当日にも行けずっていうような感じで、まあ、なってしまったってわけなんですよね。続いてもね、あのこれもね、あの結構ブームだったんですかね、結構ブームで、確かあの
あのね、僕はね、撮ったことあるんですけど、これね、一回ね、かぶられちゃったんですよね。それはね、なぜかというとですね、隣にね、隣っていうか、後ろにね、電車が来てですね、普通列車が来て、その本題のね、列車にね、かぶられてしまったっていう感じなんですよね。それはね、何かというとですね、1% 合計の配車回数なんですよね。いや、これね、ほんとね、任意剤取ったんですけど、周りの人ね、え、マジ、え、もうかぶられんの、え、あ、もうこれ終わった、あ、終わったってなったんですけどね。これね、ほんとね、僕もね、思いました。ほんとにこれ終わったって。はい、これ終わった、一般合計も終わったって。ほんとね、そんな感じだったんですよね。まあ、こんな感じがあってね、鉄道ファンのみんなはね、いや、マジかよ、最悪じゃんってなったんですよね。まあ、皆さんも本当、どう思いますかね。皆さんだったら多分、こういうなんか、狙おうとした電車が、かぶられたら絶対そうなりますよね。続いてはですね、4月に入りたいと思いますね。4月はね、まあ、こっから本当問題だったんですよね。本当にね、これ問題があってですね、まずね、僕はね、問題があったっていうのはね、いろいろあったわけなんですけど、その前にですね、僕ね、4月にですね、教習所に一回やってですね、確か免許もね、免許取るためにね、ただ普通に運転したいなってなって、そうですね、教習所に通ったわけなんですけどね。まあ普通になんか、免許の資格でも持って、運転の資格でも取ろうっていう風な感じで、免許も取ったわけなんですよ。しかも、オートマチック車だけど、オートマチック車だけど、普通にね、教習所に通ってね、そんなね、トイレスとか、YouTube の収録とかも特に何もしなかったんですよね。ってことでね、それさておきですね。ってことで、4月からね、ほんとね、荒れたことがあってですね。いや、これほんとね、ひどかったんですよね。それがですね、なんとね、西川口なんですよね。何が起きたかっていうとですね、確かね、一般合計の運用で、確か臨時列車で走ってたから、足利大藤祭号っていう、そのなんか運用があったんですけど、確か西川口も通るんで、確か湘南新宿園を、湘南新宿園って言われた、上野東京ラインを通るんで、上野まで来てたのかな、上野まで来てて、そこで、そうなんか西川口で撮影しようとした人がいたんですよね。結構いたんですよ、確か。で、そっから、お前何やってんだよ、お前しゃがみって言ってんだよ、お前後ろがさ、だってんのか、ふうな感じで、こう荒れて、そして、最悪ね、マスゴミからも来て、すいません、この動画、報道したいんですけど、とか言って。これで結局ね、日テレとか、テレビ朝日、TBS、テレ東、フジテレビ、NHK も全部もう報道されたわけなんですよね。で、そっからがね、ほんと、鉄道界隈のあれが始まったわけなんですよね。いやー、これね、ほんとね、鉄道界隈のあれはほんとひどかったですね。いや、さすがにね、もう、次からね、もうできたら、本当にできたね。本当にできたね。もうこういうのやめてほしいですよね。本当にこういうのできたらもうやめてほしい。もう、本当、僕も思うんですよね。もう、こんな喧嘩するくらいだったらさ、もう我慢すりゃいいのに、と思ってさ、思ったんですけど、なんで周り止めなかったのと思ってさ、周り止めろよと思ってさ、そこを突っ込みましたね。続いてはですね、もう、ここからね、もう荒れなくなったんですけどね。もう荒れることはね、ちょっと忘れてね。あと、4月にあともう一本あるんですけどね。これもね、ほんと、まさかの事態かっていうことがあったんですけど、なんとね、成田線なんですよね。これね、成田線が起きたか、何が起きたかっていうとですね、その E231系の、そのなんかスカイロの編成が、あったわけなんですよね。確か期間限定で、E231系がスカイロで走ってたわけなんですけど、アビコから成田間で走ったわけなんですけど、そこで確か4月、5月、6月までかな、その日まで成田線で往復してたわけなんですね。往復で運転してたわけなんですよ。で、そこは僕も撮ったんですよね。しかもヘッドマークとかついてその運用しか撮ってなかったんですけど、確かね、この時もね、特にあれもなかったっていう、なんか平和なね、感じの、まとすかったんですよね。続いてはね、5月に入ったと思います。ということでね、5月はね、まあ、なんだろうな、4件ぐらいやったかな。4件ぐらいあって、まず1つ目がですね、確かね、E257系の5500番台の出場があったわけなんですよね。それ何かというとですね、確か1%合計を置き換える、そのなんか波動用かな、確か
あとこう車両がその2号だけがあって、その上になんかあの緑色のを貼ってある、あのそれに塗装されてると思うんですけど、そのなんかあの2号7があの出場して、そしてあの関東であの配給されたわけなんですよね。しかもこれが5500番台っていうのは、あの E257 だけの500番台 の、 そのなんか暴走とかで走っていた500番台をそれを改造して、なんか秋田総合車両センターで、なんか改造して、そしてあの5500番台化したっていう風な感じですかね。確か車内がですね、全く変わってないんですよね。全く変わってないんです、車内が。もう、まあ、ただ257の500番台のもう雰囲気やんっていうね。ただ外だけ変わったっていう風な感じの257系があったわけなんですよね。ついてもね、これもね、あのネタがあったわけなんですけど、もう一つはですね、E129系の OM 入場があったわけですよ。これはね、あの僕も撮ったんですけど、まあ、さっきも257系も撮ったんですけど、あのこれもね、結構ね、あのまさかの展開があったの。本当にこれ、まさかここまで来るとはってなってさ、本当これ驚きましたね。まさかここまで来るなんてって本当びっくりしましたよ。え、マジで E129 系 OM 入場すんのって思ってさ、え、これ行かなきゃってなってさ、あの行ったわけなんですよね。しかも雨の中ね、雨の中行ったんですよね。しかもこの時ね、あの教習所であの学科をね受けようとした時にね、あの今気づきましたね。しかもうちにいたんで、あの一ガモも持ってね、あの取り出しに行きましたね。でそこで、まあ、結構いたんですかね。すごい人数だったんですよね、大宮駅が。すごい人数であのいましたね。普段来ないような車両がさ、来るってのがさ、やっぱそりゃ人気出ますよね。とはこんな感じでね、E129系の OM 入場ですね。ちなみに E129系はどこを走ってるかというとですね、上越線とかの方に走っているところですね。まあ、北の方で走ってるかね、新潟の方とかで走っているその車両ですね。僕もね、まあいつかね、まあ、乗ってみたいですね。で、続いてはですね、これもね、確かね、この日でブームになったのかなと思うんですけど、副都心線と有楽町線のメトラなんですよね。しかもこれはね、7101F っていう、なんか、重量編成かな。僕も動画出したと思うんですけど、重量編成で走っているそのメトラが、この時確か1本だけだったんですよ。確か1本だけで走ってたんですけど、そのなんか結構ね、西武線とかね、東上線とか、あと有楽町線とかで、ね、よく走ってたその車両なんですけどね、それがね、結構ブームで、撮り鉄がね、結構いましたね。ということでね、次は6月に入りたいと思います。ということでね、6月はね、何が起きたかっていうと、確か3件ぐらいかな、3件ぐらいあったんですけど、確かもう一つはですね、確かね、さっきの的スカと同じですけど、そのでこれはね、なんで的スカが入ったかっていうとですね、これはね、確かね、その的スカがですね、普通成田とか我孫子とか走る成田線なんですけど、今度はね、6月からね、確か常磐線に入ることになったんですよね。砦から品川間に運用が入ったわけなんですよ。しかも15両編成っていう、付属編成のみだったんですけど、基本編成に関してはその普通の緑色の常磐線なんですよね。それで走ってたわけなんですよね。その確かね、7月8月ぐらいかな、確か9月まで走ってたか、9月まで走ってたわけなんですよね。続いてはですね、これもね、デビューなんですけど、デビューっていうか発表かな、発表なんですけど、E131系相模線と日光線の発表があったわけなんですよね。多分ね、相模線のね、動画はね、多分出してると思うんですけど、その相模線の発表する動画とか出したんですけど、日光線はね、ちょっと申し訳ない。本当、日光線に関してはちょっと申し訳ないな。日光線とちょっと縁がないってわけじゃないんですけど、ただ普通に動画撮ってなかっただけなんですよね。日光線に関してはちょっと、ボツにさせていただきましたね。ちょっと、すいません、なんかちょっと、確か、免許の、ね、発行でね、ちょっといろいろ忙しくてね、あんま動画とか撮れなかったんですけどね、まあ、確か6月そんな撮ってなかったんですよね、動画的にはそんな撮ってなかったんですけど、免許発行で撮れなかったんですよね。で、続いてはね、これね、ほんとね、事件があったんですよね。確か鉄道って、結構、まあ、今年は結構事件とかありがちなんですかね、ありがちじゃないですか。で、今回もね、今回っていうか、6月もね、事件があったわけなんですよね。それはね、何かというとですね、
東鉄がね問題を起こしたわけではなく、山手線の新宿駅がね停電したっていうのは、新宿駅かな、山手線が、ね、停電してね、新宿駅ね大変なことになってしまったっていうようなことがあったわけなんですよね。これはね確かね変電所かな、変電所でなんか爆発したのかな、多分そうだと思うんですけど、そこで山手線が動かなくて、山手線とか総武線とかね埼京線とか湘南新宿駅とか動かなかったんですよね。そこで結構ね乗客にもね迷惑もねかかりましたね。いやこの時ね本当ね出かけなくてよかったですよね。僕本当ね出かけがちだったからさ、しかもこの時免許をね、取ることをね考えてたんでね、取り鉄とかはしなかったですね。続いてはですね、7月に入りたいと思います。7月はね、何が起きたかっていうとですね、E257 系の配給なんですけど、これはね、ほんとね、何が起きたかっていうとですね、確か、京葉線の南船橋駅かな、南船橋で、確か撮り鉄が荒れたわけなんですよね。それね、なぜ荒れたかっていうとですね、それね、ホワイトボードで、見ていきましょうってことでね、早速ね、ホワイトボードのね、準備をね、していきたいと思います。はい、というわけですね、これね、南船橋で何が起きたかっていうとですね、僕いなかったから分かんなかったんですけど、確か南船橋っていうなんか、島式ホームになってるんですけど、確かこう、なってる、確かこうホームがあって、あんまでかく書かなくてもいいか、ちょっとこの辺とか使いたいから消して、でこの辺でいいか、この辺まででしょ、ちょっと眼鏡外す確かこうなってここに確か確かにここなんか線路があったんだよね。こう線路があってこっちにも線路があったんですけど、このホームに関しては、こうなんか終点になってるわけなんですよね。で、これ終点に車止めになってるわけなんですよ。ちょっと見てください。で、これ終点で、これなんか車止めになってて、これ確かね、武蔵野線とか、南船橋行くとかで、よく通るようなところですかね。これ南船橋行きで、ここなんか終点で、そしてまた府中本町に戻ってくるっていうような感じなんですかね。京葉線とかあんま見ないですよね。京王線だったらここ通って、しかもこっちにもなんか東京方面とかの京王線があるかもしれない。こうしようか、しかもこうなって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 っていうような感じですけど、確か257系の配給って確かこっからこう来て、そしてなんか高崎線とか入る、高崎線とか上越線とか入る、そのなんかルートを通って、そして AT 入場とか、秋田総合車両センターまで入場したわけなんですけど、確かね、トイレツがね、いっぱいいたとこはね、確かこの辺だったんですよね。ここにはトイレツが、棒人間っていうね、結構いたからね、こういう風にトイレツがいたわけなんですけどね。で、ここで、ね、確か、駅員もいて、駅員ちょっと黒で再現して、帽子かぶってるような感じで駅員もいるにもかかわらず前に来たわけなんですよね。確かそういう黄色い点字ブロック、なんかね今年からねなんか黄色い点字ブロックはねなんか出ないようにしてくださいって言われて、それは当たり前なことなんですけどね。多分これ黄色い点字、いやこれ上がりかなんか警告を表す色だから、大体黄色い線ってやったらやっぱ線路のね、ちょっと確かこう線路がこうね、もうここの時点でもう出てるっていうね、こう線路があってですね、こう線路のそのなんか黄色い線ってはね、なんか目の悪い人とか目の不自由な人がねそれ使うようなところなんですけどね、こうなんかプツプツプツってあって、こうなんか出さないようにするっていう、本部から路線からね出ないようにするっていうようなもんですけど、それがね踏んだりして、そして越えたりするのが良くないんですよね。そして確かここで集まってたんで、確か南の橋はなんかこんな感じになってたかな、こんな風になってて、
で、ここには、ね、多くの撮り鉄たちが駅員がいるからここから先は出ないようにして、だけどもう一人ね、こうなんか配給列車が来た時に全員出たんですよね、ここにあの黄色い線から出て、ちょっと分かるかな、こう黄色い線から出て、あの駅員がぶち切れて、おい、この人違うだろって言われてこの時ほんとさ、あれなんですよね、これ確かね、なんか黄色い線出ちゃダメとか言ってるけどさ、どうなんでしょうね、事実上。もし、なんか、確かね、こう黄色い、確かね、こんな感じだと思うんですけど、こんな感じね、なんか、黄色い線、このなんか、別に特にこっち側に線路とかもない、とこで、なんか、特に柵とか張ってるから全然いいけど、もし柵がなかったら、それちょっと危ないですよね。さすがにちょっとこれはね、下がんなきゃって なりますよ、普通。さすがにね、黄色い線から、こういうね、ホームがあって、こう、黄色い点字ブロックがね、こう出るのは、まあ、あんまり良くないんですけど、こっちもどうなんでしょうね。まあ、この辺も全然いいんですけど、まあ、こことここは、まあ、あんまちょっと良くないですかね。まあ、でも、駅によりますね、こういうの。こういうの、駅によりますね。皆さんもね、撮り鉄する際には、必ずね、黄色い線からね、まあ、出ないようにしていきましょうってことでね。まあ、最近ね、なんか黄色い線よりね、出ることってね、まあ、本当にほとんど多かったんですよね。だけどね、もう今になれば、もう、危ないからね、万が一ね、特に、さっき言った、そのなんか、駅の向こう側はいいんですけど、多分大丈夫かなと思うんですけどね。確か、線路寄りのところは多分ダメですかね。まあ、それは多分決まってると思うんですけど、やっぱりなんか人身事故とかにも、なんか影響にも出ますよね。やっぱね、命を守りたいんだったら、命を守りたいならね、マナーもね、守りましょう。次もね、また配給なんですけどね。もうそれはね、相模線のね、E131系のね、配給ですね。これもね、僕撮ってきたんですけど、これね、ほんとね、大宮で撮った時がね、マジで、まさかの展開がってことがあって、普通に8番線と9番線にいたわけなんですよね。7番線のなんか臨時ホームになんか入線するはずだったのが、高崎線から来たから、7番線に入線するだろうと思って、次に構えてたらね、確かね、なかったかな。あ、そうか、あれか、まさかの6番線に入線するっていうようなことがあったわけなんですよ。それで僕ら取り手使いに、もう急いで、そういうなんか3、4番線の方まで、ダッシュで行ってきたんですよね。ほんと、ダッシュで行ってきて、しかもその入線が、取れてないんですよね。まあ、取れてないっていうか、もう取れたんですけど、なんとね、スローモーションになってて、しかも画質が悪くて、結局ね、入線したとこはボツになりましたね。逆に大宮の入線は取れなかったんですけど、新川崎の入線は取れたんですよね。この頃特に焦るようなこともなかったからね、普通に取れたんですけどね。ちょっとね、ここからね、ちょっと短く言っていこうと思いますかね。まあ、いろいろあったんですけど、ちょっと短くね、言っていこうと思います。で、そして7月にね、ちょっと、まあ、鉄道関係物はちょっと離れるんですけど、僕ね、確か免許を取ったんですよね。免許をね、7月の確か頭ぐらいかな、7月 の前半で免許を取って、そして普通に運転するようになりましたね。で、続いてはね、8月に入りたいと思います。ということでね、8月はね、これが一番ブームだったのっていう、ブームっていうか、これが一番ね、もうこれ本当もう四天王だよってぐらいなんですけど、まあ、それ最後に言うんですけどね、8月はね、何があったかっていうとですね、まあ、確かね、3、4件ぐらいかな、3、4件ぐらいあって、確か E131系の日光線が試乗して、配給されたわけなんですよね。確かね、ルートがね、まさかの意外、まさかなるって、まさかなルートがっていう思ってね、僕ね、筋見た時ね、これ高崎までなんだ、首都圏まで来ないんだな、でも遠いからやめとこうって言って行かなかったんですけど、まさかね、高崎線走って大宮とか行って、常磐線も走って、武蔵野線も走って、そして宇都宮線も走っていくっていう、まさに257系の確か踊り子のね、試乗した通りに走っていくっていうような感じですかね。
まあこんな感じでね、あの僕撮ってなかったんですけどね、もう本当撮りたかったんですけどね。まあなんかあのまさか筋も知らなかったから、あの撮ってなかったんですけどね。もうこっからですよね。もう本当にこっからがね、もうこれがね、あのもうこれが一番ねすごかったなと思った、いろんな意味ですごかったなと思ったんですけどね。それはね、あの何があったかっていうとですね、江ノ電で起きたことなんですよね。それはね、あの何が起きたかっていうと、もう皆さんもう江ノ電自体自体も分かりましたね。江ノ電自転車人気ですね。ということでね、ほんとね、江ノ電自転車人気あれやばかったですよね。僕行かなかったから分かんなかったんですけど、確かね江ノ電の清式内の東部のその区間があって、確かあの、まあ、路面電車みたいなのになってるんですけど、確かあの江ノ電のそのなんか古い E300 型 E はつかないか、江ノ電の300型がそのなんか試運転で走ってたわけなんですね。そこで試運転であの撮ろうって感じであの撮ったんですけど、そのなんか撮影地も撮り鉄たちがいっぱい来て、確かに、ね、ここであの300型が来たんですけど、あのそこであのシャリ乗ってたその外国人の方があのこう手出して、おい何やってんだよ、おい何やってんだよ、おいチャリどけってこれで、ね、本当ね、あの荒れましたね。本当おい何やってんだよ、金だろ金とか言ってたんですよ、当日は。さすがになんで金って言ったのかよく分かんなかったんですけどね、なんで金って言ったんだろうね、よく分かんなかったですね。分かる方はコメントお願いします。続きまして、9月に入りたいと思いますね。9月に関しては、あの、これね、実はね、ちょっとね、あの、これちょっと特に何もなかったんですけど、あの、これちょっと一つだけね、あの、確かね、E4K MAX が話題になった日なんですよね。話題になったその日でしたね。確かね、E4K がね、確か引退するのが10月で、確かその前にね、あの、結構ね、鉄道ファンのみんながね、あの、記録してたわけなんですよね。どこの駅も記録してね、あの普通に撮ってたわけなんですけどね。しかもその今で言うとなんかあの E4K はね、確か廃車されてね、あのなんか解体されるらしいんですよね。で、あの9月飛ばしてね、10月に入りたいと思います。ところでね、10月はね、あの、まあ、結構ありましてね、あの、まあ、まず一つはね、あの先ほども言った E4K MAX の引退ですね。いやこれね、ほんとね、 E4K がね、あの引退するなんて言ってね、あの確かね、あのもうこれで、あの2階建ての新幹線もね、あのもう引退したんですよね。2階建て新幹線の2階建ての新幹線とその2階建てのその車両、あそうだ、215系の廃車改装があったんですよね。確か5月くらいに確かあったんですけど、僕撮ってなかったんですけど、ちょっと急に5月に変わっていくっていうね。で、あの、E4K MAX 結構話題になって、東京駅とか新潟駅とかも結構話題になってね、ほんとね、あの10月1日にね、こういうことがあったんだなっていうような感じですかね。僕はあんま解いてなかったんですけど、E4K 自体、そもそも E4K 自体あんま解いてなかったんですよね。ほんと解いてなくてね、あの、まあ、僕は別にね、あの E4 とね、E4 とか、あの新幹線とね、ちょっとあんま無縁なんですけどね、あんまちょっと新幹線乗んないんでね、特にあの E4 とね、あんま、そんな、あの、思い出とかあんまないんですよね。まあ、あったとしても、あの、黄色の方かな。黄色帯の時の、あの頃でしたね。続いてもね、まだ10月なんですけど、これもね、ほんとね、あの、ありましたね、これ、ほんとありました。これね、何があったかっていうとですね、山手線のね、工事ですよね。山手線の渋谷駅の改良工事があってですね、確かね、2番線のホームかな ?2 番線のホームが、あの、ちょっとあの、こう、狭くなったのが、あの、こう、なんだろう、2番線だけ、あの、広くしたんですよね。そして、あの、広くするから、あの、工事、広くして、そして工事も、工事するから、あの、わざわざね、これ、1日っていうか、あの、終電後のみ、深夜だけ、やりたくて、あの、できれば早めにやりたいということで、あの、やっぱ山手線をね、あの2日間ね、あの運休したっていうような感じだったんでしょうかね。で、そしてあの山手線の内回りの、池袋からあの大崎までは運用しなかったんですけど、外回りだけを運用したんですよね。外回りだけ運用して、内回りをね、あの一部運休ってなったわけですね。その代わりあの運休したおかげで、あの臨時列車が走っているっていうわけなんですよね。その臨時列車はね、
と湘南新宿ぐらいなんですけど、新宿から品川で走るその臨時列車ですね、僕も乗ってきたんですけどね、この時ねグリーン車がねまさかの無料だったってことがね本当驚きましたね。え、まさかグリーン車無料なのって思ってびっくりしましたね。本当ね、この時グリーン券払うのかなと思って本当なんかツイッターとかで言ってたんですけどね、やっぱり無料だったんかいっていうような感じでなってしまったわけなんですかね。でそして11月に入りたいと思います。でそして最後12月はね1個だけ言ってくるんですけど、まあ最後一応最後にしておきますね。11月はもう最後で最後までにしておこうかなと思うんですけど、まだ12月もある、あと1件だけね12月あるんでね、それはね後で言ったとして、まず11月から行っていきたいと思います。ということでね、11月はね確かねもう皆さん分かるだろうっていうね、それはね何かというとですね、シュクラがですね大宮に来たってことでね、はい、これはねシュクラがね大宮に来たっていうのはね、確かね水戸線のなんか臨時列車かな、水戸線の臨時列車で確かあったんですかね、水戸線の臨時列車でなんか走ってて、確かキハ40と48が運用してたんですよね、そのなんか DJ 車で、僕があの時一眼で DJ 車撮ったのなんか初なんですよね、一眼でね DJ 車撮ってね、この時初めてねDJ 車を撮りましたね。しかも初めて40とか48とかもう対面できてさ、僕はああいうとこ行かないんでね、田舎の方とかあんま行かないんで、地方とかあんま行かないんで、ね、やっぱ首都圏で、ね、ずっとね生き残って首都圏ずっといるっていうね、まあでも行ったとしてもまあ家族旅行とかねするぐらいかなっていう感じなんですかね。やっぱ俺はね本当ね都会に合うっていうとこだからね、まあそんな嘘ですそんなわけねえと思うけど、まあそんな感じでシクラが大宮に来たとことがありましたね。ということでね、もう一つ11月もまだあるわけなんですよ。それはね、もう皆さん分かってるぞと、おい坂道線のね、一切違いがね、運用開始した日ですね。ということで、11月18日かな ?11 月18日に坂道線がですね、坂道線 E 一切の地形がね、運用をね、開始したってことでね、確か茅ヶ崎から、橋本まで走ってて、全面展望を取ろうとした時に、結構ね、発狂した方もいてね、わざわざ一歳一でさ喜ぶなんてさ205系もさもう置き換え寸前なのにさこの電車も褒めてやれって本当思いましたね。205系でもいいから褒めてやれってなったっていう風な感じですかね。まあ一歳一も褒めてやれもそうだけど、一番は205系だよな、やっぱり僕205系好きなんでね、これ僕もねやっぱり相模線ではないけど武蔵野線のキーホルダーなら取ってきたわけなんですよね。一切地形本当ね、東鉄がね多くて、東鉄が鉄道マニアがね多くてね、なかなかね最初のやつは取れなくて、結局205系ね方にね動画出してしまったっていうね。ということでですね、一切地形の相模線でしたね。ということでまた11月ですね。11月はね確かね駅線ではなく沿線なんですけど、沿線撮影であって、確か武蔵野線か武蔵野線で沿線撮影、武蔵野線の沿線撮影でその撮影地があってですね、そこでねなんかキャタツが使ってたんだ、キャタツとかでなんかまたさっきの4月みたいにまた4月の西川口みたいなああいう感じなんですけど、それの大人バージョン、4月の西川口は子供バージョンなんですけど、11月はね大人バージョンで、大人バージョンの喧嘩で何が起きたかっていうとですね、209系の伊豆急の譲渡でですね、その撮影地ですね、その撮り鉄同士がトラブルになってたわけなんですよね。そのトラブルがですね、いいからどけとか言ってそこで三脚じゃキャラスから一段降りて、そして青い服の子が持ってるそのキャラスを下にバーンってやってすんで、そのキャラツがバーンってめっちゃだって、しかもその人はねほんとね無職でほんとね結構問題をね起こしてる人なんですよね。あれやばかったんだよね。しかも動画で見た時ねマジこれ爆笑したんだよね。もう笑いが止まらなくて
ぶち切るところでね、ほんとね、もうマジでさ、笑うんですよね。挙句の果てにね、警察に捕まって、警察で取り調べられてね、逮捕されたっていうね、そういう末路でしたね。やっぱりね、どうやって進むのね、電車取る分にはいいけどね、できたらね、荒れないでほしいかなっていう感じですかね。そしてね、12月に入る前に、なんとね、一つ忘れてたことがあったんですよ。一個言い忘れたことがあって、そして2ヶ月戻って10月に入りますね。10月に何が起きたかっていうとですね、これちょっと短く言うんですけど、京王線の事件なんですけど、京王線の事件があって、確かね、なんか刃物となんかライター持ってて、そこで、乗客みんながね、急いで号車まで移って、そしてなんか火事が起きたんですよね。確かね、こう電車があって、確かホームドアがあったから、あまり脱出とかできなかったんですけど、みんなね、電車から逃げ出すにはね、窓からね出たっていうね、わざわざ窓から脱出するのって感じだけどね。はい、ということで12月に戻ってきましょう。ということで12月最後はですね、これはね、今知ったんですよね。これ今知って、なんとね、山手線の品川駅3番線が開業してですね、新駅メロディーがね、出たわけなんですよね。その新駅メロディーがね、なんか確かね、トゥンツ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 ゥンだったような気がするんだけどね、ちょっとさっき聞いたんですけどね、ちょっとね、この後っていうか、またね、いつかね、品川にね、行けるような感じでね、していきたいなって思いますかね。はい、とまあこんな感じでね、今年のね、鉄道をね、振り返ったわけなんですけどね、本当にね、いろいろとね、いろんな意味でね、話題になりましたよね。本当いろんな意味で話題になりました。さすがね、本当ね、鉄道界隈ってことでね、そもそもね、鉄道界隈っていうのはね、昔から荒れてるもんなんですよね。北斗星とかね、カシオピアとかの時代とかね、結構荒れてたわけなんですよね。ほんとね、来年もね、鉄道界隈もね、ほんとね、平和にね、あれもなく、ほんとに、まあ、なんか、静かにね、電車取ってほしいですよね。いや、なんかネタがあるときだけしか、電車取らない、取り出すとかしないんでね、まあ、なんだろう、配車回数とか、配給とか、そっち系しか取らないんですよね。もうできたらね、もう、オミクロン株なんかね、コロナみたいな、ああいうような、長続きするようなことがね、もう、なくなってほしいですよね。できたらね、そうであってほしい。去年はね、コロナだけでね、ちょっと事件が起きたんですけど、今年はね、まあ、変異株とか、あと、取り鉄とかね、結構ね、問題とかありましたね。あと、ビデオカメラの故障事件とかも。あれね、なんかね、僕のね、自分のビデオカメラがですね、なんか、ノイズ音っていうか、ね、音割れとかしてて、なんか、修理に出したんだけど、結果修理出すのにも、なんだろう、修理がね、あまりうまくいかなかったっていうような感じだったんですよね。でもまあ、メトナーの時はね、ちょっとね、ギリ滑り込めてね、行けたからよかったんですけど、ちょうどね、あわゆくメトナーの収穫で、ボツになるところでしたね。ってことでね、ほんとね、もう、今年はね、いろいろありましたね。コロナもそうだし、オリンピックも、ね、あったし、あと、トイレツもね、ありましたね、ほんと。西川口の暴行事件とか、某 YouTuber たちがね、なんか某 YouTuber とかね、他の Twitter の一般人とかもね、トイレツのことはね、なんか、トイレツなんとかかんとか、トイレツうざい、トイレツなんとかかんとかとか言ってさ、駅にトイレツ行った時点でね、こう、スクショしてね、うわ、トイレツがいる、わ、なんでこいつら、キモい、とか。言われてたんだよね、ほんと。まあ、できたらね、来年もね、そういうことをね、なしにしてほしいですよね。ほんとね、もう、トイレツとかね、結構叩かれるよね、もう、今年はね、ほんと、鉄道でもね、叩くよね、もう時代になってしまったってことだよね。ほんとね、もう、次からね、こういうのもなくなってほしいですよね。もう、平和に行きたい。はい、とまあ、こんな感じでね、今日はですね、鉄道写真をね、振り返ろうではなく、まあ、ランキングとかでもね、特にあるわけでもなく、今日はね、今年はね、こんなことがあったんだよっていう鉄道会話とか、まあ、鉄道をね、振り返ったってことで、今日の動画、ここまでしたいと思います。ってことでね、
来年のね、あの2022年のヘリもどうかよろしくお願いします。ということでね、今日の動画ご覧いただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の来年の動画でお会いしましょう。ではさよなら。そして良いお年をお迎えください。